ごっそさ。いっぱい飯食って、仕事は休みで、天気も良くて。これ以上ないくらい平和だな。なんか眠くなってきた。なあ、こっち来いよ。片付け後でいいから。膝貸して。この時間ってテレビ何やってるっけ？どれもつまんねえな。この旅行会社の CM 最近よく流れてるな。ハワイ5日間10万ね。そういや、ちゃんと決めてなかったな、新婚旅行のこと。なんか探しとけよ。旅行代理店でパンフもらったりさ、あ、チラシでもいいけど。あ？あ、俺はいいよ。お前の行きたいとこに合わせるから。いや、俺も行きたいとこがないわけじゃないけど、俺がなんか言ったって、どうせお前の希望に合わせることになるし。なら俺が選ぶ意味ないだろ。だって本当のことだろ。この前服買いに行った時だって、ピンクか青かで散々迷ってどっちがいいかって聞いてきたくせに。俺がピンクっつったら結局青かったじゃん。旅行だって同じだよ。絶対お前の行きたいとこになんだって。いや、そんなことあるね。断言してやる。つかお前が勝手に決めたからって別に文句言ったりしないから。お前の好きなとこ選んで。なんだよ、急に黙りやがって。あれ、なんかお前顔色悪くない？気分悪いって吐きそうなのか？どうしたんだいきなり。まさかお前妊娠？でもちょっと待てよ、ついこの前来たって言ってなかったっけ？せえお前今本気で殴ったろ。変なこと言ってお前な。変なことじゃないだろ。少なくとも、俺にとっては大事なことだ。すごく。俺とお前の子供だぞ。大事に決まってる。てか、本当に大丈夫なのか？なんだったら病院とか。は？食べ過ぎ？はぁ、なんだよ、ったく。余計な心配させんなよな。何にもないならよかったけど。まあ、でも、いつかはな。何がって、子供。俺一人っ子だろ。だからずっと兄弟とか憧れてて。三人くらいは欲しいな。大変かもだけどさ。その分楽しいことも増えるだろうし。だよな。お前の子供だったら、男でも女でも賑やかだろうな。あ、なんだよ、怒るなって。退屈しなさそうでいいだろ？そのためにも。いっぱいしないとな。なんなら、今からする。何照れてんだよ、バーガー。そんな可愛い顔されたら、期待に応えたくなるだろ？
いいの？本気にして。何？明るいのやだ。でも仕方ないよな。電気消したって外は明るいままなんだし。ちょ、おい。カーテン引くとか言うなよ。大丈夫。見てるのは俺だけだから。じらすなよ。周りが気にならなくなるくらい、俺に集中しろ。いいな。いや、俺も行きたいとこがないわけじゃないけど、俺が何か言ったってどうせお前の希望に合わせることになるし、なら俺が選ぶ意味ないだろ。だって本当のことだろ。この前服買いに行った時だってピンクか青かで散々迷ってどっちがいいかって聞いてきたくせに、俺がピンクっつったら結局青かったじゃん。旅行だって同じだよ。絶対お前の行きたいとこになんだって。いや、そんなことあるね。断言してやる。つかお前が勝手に決めたからって別に文句言ったりしないから。お前の好きなとこ選んで。なんだよ、急に黙りやがって。なんかお前、顔色悪くない？気分悪いって。吐きそうなのか？どうしたんだ、いきなり。まさかお前、妊娠？でもちょっと待てよ。ついこの前来たって言ってなかったっけ？せー、びっ、お前今本気で殴ったろ？変なこと言ってお前な。変なことじゃないだろう。少なくとも、俺にとっては大事なことだ。すごく。あ？俺とお前の子供だぞ。大事に決まってる。てか、ごっそさん。いっぱい飯食って。仕事は休みで天気も良くて、これ以上ないくらい平和だな。なんか眠くなってきた。なあ、こっち来いよ。片付け後でいいから。膝貸して。本当に大丈夫なのか？なんだったら病院とか。は？食べ過ぎ？はあ、なんだよ、ったく。余計な心配させんなよな。何にもないならよかったけど。まあでも、いつかはな。何がって、子供。俺一人っ子だろ。だからずっと兄弟とか憧れてて。三人くらいは欲しいな。大変かもだけどさ、その分楽しいことも増えるだろうし。だよな。お前の子供だったら男でも女でも賑やかだろうな。この時間ってテレビ何やってるっけ？どれもつまんねえな。
あ、この旅行会社の CM 最近よく流れてるな。ハワイ5日間10万ね。そういや、ちゃんと決めてなかったな、新婚旅行のこと。なんか探しとけよ。旅行代理店でパンフもらったりさ、あ、チラシでもいいけど。あ、俺はいいよ。お前の行きたいとこに合わせるから。